こんにちは、柴田です。今回はズームのマルチを語っていきたいと思います。現在私はですね、ズームの MS50G プラス、そして初期型の MS50E G1X4 G24 に G3N、そしておっと、こちらですね、 G11 と、これだけズームのマルチを使用しております。かなりねガチで使ってますよ。今回はこのマルチのいいとこ、そしてデメリットなんかをお話ししながらですね、どういうシチュエーションの時にこれが使えるとか、こういう人にはこういうのが向いてるとか、そういったところに着地できたらいいなと思っております。とにかくね、僕はズームが大好きなんで、時にね辛口になってしまう時があるんですけれども、それもね愛だと思ってください。まずはね、新機種のねこちらからいきましょうか。 MS50G プラス、まだ注文して届いてない方もいるかと思うんですけれども、たくさん今動画上がってきてますね。僕もこちらの動画上げさせていただいてるんですけれども、結構辛口になっております。というのもですね、アンプのモデリングに IR が搭載されているにもかかわらず LINE 対応していない。そして先日 JC120 で鳴らしに行きまして、リターン端子に挿したところリターンの対応もしていない。せっかくの IR が本領を発揮できてないんじゃないかというところで、僕は疑問を抱いておるわけでございます。まあ、ただですね、その2点を除きましては非常に良くて、 MS50G のね初期型の時に欲しかったフットでの操作ができるようになってます。まあ、ボタンは小さいけれども頑張れば押せると。で、内部のエフェクトに関しては G2 ですね、 G24 こちらに内蔵されているエフェクターが入っているので、サウンド的なクオリティはかなり高いです。実機と鳴らし比べた動画もあるので、ぜひそちらもご覧いただけたらなと。まあ、先ほどお伝えさせていただいた通り、アンプモデリングに IR が搭載されているんですけれども、 LINE 録音はできないということは、単発のエフェクターとして LINE 録音では使用する。で、スタジオに持っていった場合にはリターンに挿すことも対応していない。ということは、やはり単体のエフェクターとして使用するということが一番ベストになってきますよね。内蔵エフェクトは全てで103種類、歪み系のクオリティも高いし、モジュレーション系もクオリティが高いです。なので、何にでも化けるエフェクター、単体エフェクターとして使用していくのが一番ベストかなと思います。となるとですね、実はこの初期型の MS50G の方がいいんじゃないかというところにたどり着いてしまうんですが、まあ理由としては、アップデートしてバージョン3にすると、なんとエフェクト数がね170種類あるんですよ。70種類ぐらい MS50G プラスより多いんです。モジュレーションもね非常に豊富で、まあ、例えばコーラスも何のコーラスのモデリングかっていうのを一発でわかるんで、使いやすいし勉強にもなるんですよね。ただただ容量が少ないんで、170種類のエフェクトがあってもマックスでもね120ぐらいしかね入んないと思います。それはね、エフェクトの一つ一つの容量によってディレイとかね非常に容量が多いんですよ。そういうのをたくさん入れるともっと少なくなるし、容量が小さいものを入れればもっと入るかもしれないですね。まあ、そこが弱点ではありますが、アウトの出力に関しても LINE も対応してるし、どのタイプのアンプで使用するかなんかもセレクトできるので、まあ、オールマイティにね重宝すると思います。まあ、ただフットの操作はできないから、ライブでなんか音を切り替えるっていうのは結構難しくて、 ABC セレクトはついているので、なので1曲目の時は A、 2曲目は B、 3曲目は C みたいな感じで使うことはできます。個人的にはですね、 MS50G プラス買いましたけれども、いまだにねこっち僕は使ってます。で、 MS50G と同価格帯でちょっとタイプが違うものとしては、この G14 ですね。フットでも操作できるんですけれども、スイッチは2つです。で、僕らねペダル好きなんですけれども、ワウもねこれ使えるんで、スタジオとかにね行くときね、これ1台で僕はね済ませることも多いです。セッションの時なんかもですね、これリズムマシンがね一発でねオンにできるんですよ。奥まったところになくて操作が非常に簡単なので、セッションなんかはじゃあリズム鳴らそうかみたいな感じで、これでねピッピッピッってやればすぐにリズムが出るし、ペダル操作もできるというところで重宝しております。
あとはアンプモデリングに関してなんですけれども、ヘッドとキャビネットは分かれておりまして、 Zoom の MS50G プラスはヘッドとキャビネット分かれてないです。初期型の MS50G は分かれてます。で、これは分かれていて、しかもマイクも選べるというか、まあ2種類だけなんですけれども、いじることができるんで、 LINE 録音でも使えるし、アンプのリターンでも使えます。MS50G の初期型はもうエフェクターとしての仕様なんですけれども、これはもう本当リズムマシーンだったりとかワウペダル、オールマイティな1台としてセッションだったりとかスタジオに持っていくのには非常に便利かなと思います。で、それをですね、もっとね、音を良くしたのがこちらの方なんですね。こっちの方がね、G1 よりも先には出てるんですけれども、 G1-4 はこれのね、廉価版という風な感じですね。まさにこれがこうミニチュア版というか低価格帯になったのが G1-4 と。サウンド的にもかなりですね、 G1-4 よりは良いです。で、モニターも大きくて見やすいし、フットがね、このね、G3L のこのサイズ感、この小ささでも3つ3つあるんで、全部で6個ですね。ライブでも十分活躍できる1台です。で、これのいいところは容量が大きいので、全エフェクトを入れておくことが可能です。G1 はですね、容量が小さいんで、すべてのエフェクトをこれに入れておくことができないんで、パソコンでこう、取っ替え引っ替えしていかなければいけないと。で、G3N は LINE に対応しております。で、マイクもいじれたりするので、リターンでもいけるんですけれども、オフィシャルでは正式にはですね、リターン対応しているということは歌ってないです。なので若干こもるので、ちょっとね、セッティングね、変えなければいけないですね。でも全然使えないわけではないです。で、それで G3N をさらに進化させたのが、こちらのね、Zoom の G2-4 なんです。ネーミング的に G1-4 の進化版かと思いつつも、どちらかというと G3N の進化版ですね。小さくなって、十字キーセレクターがついて、フットペダルがあると。で、G3N よりもサウンドが良くなっているというところでございます。アンプモデリングは IR の対応。で、出力は選べるので、LINE にも対応していますし、アンプでももちろん鳴らせると。ということでですね、今現段階で僕がね、一番おすすめするのはね、やっぱね、この G2 なのかな。これがね、一番ね、なんだかんだでね、オールマイティじゃないかなと思います。G1 だと、やっぱね、ちょっとね、フットの操作が少なすぎるかなっていうところ。個人的には G3N 大好きなんですけれども、サイズ感だったりとか、まあ、いろんなところを考慮したところで、個人的おすすめはこれ、やっぱりね、 G2 かな。 G11 の話してなかったですね。G11 なんですけど、バカでかいんですよ。バカでかくて、まあもちろんね、音もいいですし、操作性もいいです。で、センドリターンもついているので、単発のエフェクターをね、この内部に組み込んで、オンオフのセレクトがこちら側のね、マルチエフェクター側でできるようになったりとかですね、ミディもついてるし、USB もついてるしと。まあ、オールマイティです。まあ、でもね、ここまででかくなくていいかなというふうに思います。まあ、個人的おすすめは、先ほどお伝えした通り、Zoom の G2-4 なんですけれど、価格帯的にね、もっとね、お安く済ませたいという方にはですね、このね、G1X4 すかね、なんといってもね、このサイズ感でね、ペダルまでついている。そこがね、やっぱり魅力かなと思います。まあ、皆様のね、それぞれの活動用途によって選べるズーム。マルチエフェクターが豊富にございますので、ぜひぜひ皆さん、ズームチェックです。次またね、どんなマルチエフェクターが出るかっていうのも楽しみなところでございます。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。